今日はパソコンのハードディスクですね。これを処分する方法を説明します。まあ、中に大切なデータが入ってなければ、まあ、これも価値あるものですので、パソコンに組み込んだ状態で転売した方がいいんですけど、もし重要なデータですね、経理のデータとか、あと、プライベートな、非常にプライベートな、プライバシーの高いデータが入ってた場合は、壊した方がいいですね。その場合の壊し方ですけど、特に工具使わなくて、コンクリート床ですね、それに数回叩きつけるだけで壊れてしまいます。思いっきり叩きつけてください。これ叩きつけるとなんかカラカラ言います。こうなりましたらなんか壊れてますので、もうデータのアクセス不可能です。ですのでこの状態にして捨てるといいです。